そろそろ韓国語を勉強しようと思ってるあなた、気軽に相談してくださいね。はい、では、はい、本日は、はい、もう女子の、振り返りはもうやめたいと思います。ね、女子はね、はい、いっぱい勉強したので次に進みましょう。はい、で本日は、指示代名詞、これ聞いたことありますか？指示代名詞。いや、聞いたことないです。ないです。このそのあの覚えを、そういうことね。うん、あ、そのこのそのあの、そう、このそのこれ、こう、こうそうアードっていう言い方します。ああ、そうですね、ここに書いてある。言い方します、日本で。こうそうアード。ないです。あ、ないですよね。ないです。まあ、このこうそうアードは言うと思いますけど、このそのあのこののことを言ってますね。うん、なのでこうそうアードで、はい、韓国語だとイグゾオヌ、イグゾオヌ、イグゾオヌ、これを今日勉強したいと思います。まあ、ここ、はい、覚え方は行くぞってなってるので。そうですね、うん、本当に行くぞですね。行くぞで、行くぞと、行くぞ、行くぞ、くは横を聞かないといけない。そうですね、うん、で覚えていただければと思います。で、なのでこのはいい、そのは、このは、く、うん、はい、あのはちょ、ちょ、どのはおぬ、あぬ。で、これは、いごってもいいんですけど、いご、いご。いごは、さっきの、かっこのところが、かっこで、いご。の、このいごっていうのがあるんですけど、こ、はい、こ、いご。で、発音する場合が多いですかね。やっぱ会話だと。うん。いいごみたいな形で発音する場合が多いです。はい。はい、ね。で、それがくご。くご。くご。で、あれがちょご。ちょご。ちょご。うん。それがおぬご。おぬご。おぬご。このかっていうのが、ことみたいな、ものみたいな感じなんですよ。なので、どのもの、どのことですかのか、うん。この、では、この、いぐぞ、おぬ、いご、くご、ちょご、おぬごって、ちょっと、例文を作ってみましょう。おぬご。ねえ。これ横にした方がいいな。おお、はっきり見えますね、これ。ね、よく見えていいですよね。あれ、横どうやってするんだ。横。表示。横。これ違うな。横。横ができない。わかります？わかんないですよね。わかんないです。あれ、横どうやってやるんだろう。この横ですか？この。そう、今縦になっちゃってる。縦になってるから。うん、まあ、いいか、一旦。はい、で、それわかります。こう。ではでは、例文をちょっと作ってみましょう。で、いいが、何でしたっけ？いいが、このですよね。この。いいがこの。じゃあ、この、この、リンゴにしますか？秋なんですね。この、サガ。サガ。いい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 サガ。うん。この、リンゴですか？ね、そうです。ちょっとちっちゃくしよう。でかすぎる。この、リンゴ。次が、いい、行くぞなんで。行くぞ。くですよね。く、く、さら。く、その人。ね。く、さら。さら。行くぞなので、ちょ。
저 친구저あのあの友達あのあの友達うん저친구친구저あごめんなさい저저って言うね저친구저친구저친구もちろんあのここ韓国語は日本語はないんですけどスペースがあるんだよ韓国語はこのように、うん、なのでいい사과이사그사람그사람저친구저친구そういえばあれですよねだって英語もはい this あこの this だから英語もこう話すじゃないですか this ねあ話す話しますこう感覚日本語を話さないですよねあんまりこの感覚が、あの女子の時に点とか、手をつける時に話す。点があるか。点が、点と、点が。点があるか。うん、だから点がでも点があっても、この。点は離さないです。この点はつかないですもんね。つかない、このつかないです。このリンゴは、うん、点とか。こうですね。そうです。と、うん、なんでだろう。なんか不思議ですね。ね。リンゴ、リン、ディス、あ、そうですね。じゃあ、話すんですね、これは。話さないといけない。そうです。わかんない、わかんなくなりますね。で、次が、おぬなら。おぬ。うん、おぬ、おぬはどのですね。おぬは。おぬなら。おぬ。どの国ですね。あ。おぬ。どの国、おぬなら。あ、奈良は国でしたね、奈良。そう、奈良県は国ですよ。奈良は国で、奈良も、奈良って何ですか県です。奈良は国です。奈良。この国。OK です。はい。では、一旦戻りまして、次は、これ、それ、あれ、どれですね。これは、いい子っていうよりは、いい子の方がよく使うので、いい子でいい子。よく使うのはもう、ど定番これですね。これわかります？これから、あの、弟の夫婦がよく使う言葉。ください。以後。そう。以後、주세요。주세요。주세요。これください。以後、주세요。주세요。もう、これさえ覚えれば、韓国語で、なんかこうやってね。そう。あの、大変なことはございません。どこ、買い物に行っても、食事に行っても、いご주세요。愛のね、不時着ってやつ、こう、なんか、いっぱい何かを選ぶときにも、いご、あ、なんだろうと思ったけど、これって言うんですよね。いご、いご。そういう人がやるでしょ。ヒョンビンの、洋服を選ぶときに、ぶっちゃけて、もう、その時にね、もうカードで聞く。囲碁面白いなと思って、うん、最初にあの言葉を聞いた時に。なるほど。何て言えばいいんだ。囲碁。それはこれでしたね、これ。これ。あれは覚えましたね、囲碁って。でも、うん、日本語では囲碁ってね、別の囲碁。ね、この言葉。日本語の囲碁って何ですか？あ、囲碁って刺す。あれは囲碁。ああ、そっちの囲碁ね。そうです。はいはいはい、はい。奈良の。奈良の囲碁。あ、これは囲碁地せよって言えばいいんですよね。うん、はい。で、その、あ、それから、次がでした。そう、次が。これ、それくださいも、それ。行くぞなんで、くですね。く。くご、地せよ。くご地せよ。くご。で、ちょご、地せよ。ちょご、地せよ。ちょご。これ、이거그거저거の違いはわかります？이거はこれじゃないですか。これ。ね。それ。それ。近いやつ。あれは遠いやつ。そうそうそう、素晴らしい。それ、まあ、日本語でも、ここと、そこまでそれ、一緒で、それ。同じです。感覚的にそれを言えばいい。同じです。それと。それ。で、最後が、おぬこですね。これは、選ぶとき、どれ、例えば、おぬごし、びっさよとか。
え、何ですか？ピサイ。どれが高いですか？高いですよ。サヨの方がいいか。わざわざ高いものは選ばないですよね。あ、安い安い。おぬごし？どれが安いですかね。どれが安いですから。おぬごし、サヨ。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 そうです。それで、どれが安いですか？どれが安いですか？はい。そうです。では、続きまして、助詞と組み合わせて使う。もちろんね、助詞と組み合わせますよね。だから日本語でもこれが、それが、それを。そうです。わーですね。使うので、韓国語も同じです。はい。はい。で、これはですね、どういうふうに覚えていただきたいかというと、いっぱい書いてある。基本、原型がこれですね。原型が、いご、くご、ちょご、おぬごっていうのが原型なんですね。で、この原型に助詞がついてるっていうふうに覚えていただければ。なので、今、わーでちょっとお見せすると、原型が、ね。この、いごっていうのが原型なので、うん、これは、は、うんですね。あ、つぶすんで、うん。なので、いごすん、ちょごすん、ちょごすん、いごすん、ちょごすん、くごすん。くごすん、くごすん。くごすん、そう。いごすん、ちょごすん。これは、連音化なので、下のパッチムが丸に行きますよね。なので、うん、発音としては、いごすん。すごす。イゴス。イゴス。発音としては、う。鼻にかける、イゴスン、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 ですもんね。イゴスン、スン、クゴスン。クゴスン。ああ。です。でも、イゴスン、クゴス、クゴスン、あ、クゴスンでしたっけ、こ、クゴス。그것은그것은저것은이것은아아아맞지맞다그것은그것그것은이크조난데이것은아이크조그그것아그죄송합니다나준만가준만가지금그냥이것은그것그것은저것은또이크조난데이것은그것은저것은저것은네그래ここに、いごん。いごん。くごん。ちょごん。っていうのがありますね。で、これ、ちゃんと見るとですね、三つ書いてあるんですよ。あ、です。じゃあ、どれ使うんですかね。どれ使うなので、これ、一個だけ覚えてほしくって、多すぎるんで。うん、はい、ね。で、会話で覚えていただけないのは、当然、いごん。ちょごん。いごん。くごんなんですけど。うん、はい。なんですけど、これは、正直、応用が非常に難しいなと思ってて、うん、なので、これで覚えましょう。どれ？何かというと、うん、この、いごっていうのが、もともと、ここ、これですよね。もともと。で、運が、ご存知の助詞、わですね。うん、なので、これに、わがついて、これは。日本語に一番近い。はい。なので、ね、これで覚えましょうか。イゴスン、イゴスン、チョゴスン、チョゴスン。これね、ですね。はい。はい、ねえ。イゴスン。よく使うのはね、イゴスン。これは、イゴスン。もえよ。もえよ。これを、これは、これ、え、これが、もえよ。そう、イゴスン、もえよ。もえよ。伸びますか？あ、もえよ。これは何ですか？何ですか？でした。もえよ。うん。いごすんもえよ。もえよ。いごすんもえよ。そう。これは何ですか？ですね。これは何です？いごすんもえよ。ちょごすんもえよ。そうです。あ、くごすんもえよ。何ですか？もえよ。そうです。もえよ。覚えてきた。もえよ。次ががですね。が。うん。がは、まあ、助詞をね、覚えてらっしゃるんで、
全然難しくございません。イゴっていうのはこれなので。イゴ。イゴシ。イゴシ。クゴシ。クゴシ。イゴシ。チョゴシ。うん。ですね。なので、イゴにガがついてる。イゴ、イ。イゴ、イゴ。クゴシ。チョゴシ。チョゴシ。あ、クゴシ。チョゴシ。チョゴシ。そうです。これは、まあ、よくあるのは、イゴシ。これが。何々ですですね。これが、例えば、なんだろう。ハングを言えよ。ハングを言えよ。これが韓国語です。イゴシ、ハングル語言えよ。そうです。イゴシ、ハングル語言えよ。いいですね。ちゃんと、区切って発音すると、ね、きれいに聞こえますね。素晴らしい。丁寧に、早口なんで、ゆっくり聞こえ。素晴らしいと思います。ハングル語言えよ。ね。はい。クゴシ、クゴシ、地図、自動言えよ。地図言えよ。地図が地図でですね。地図言えよ。そして、看板、看板言えよ。看板言えよ。そうです。これもね、発音はね、もう書かなくてもいいと思うんですけど、イーゴーシーですね。イーゴーシー。ね、イーゴーシー。イーゴーシー。ね、イーゴーシー。これもレオン化で、下のパッチムが右に行くので、イーゴーシー。イーゴーシー。ですね。イーゴーシー。そうです。シー。もうよ、覚えた方がいいですね。イーゴーシーとか。そうですね。まあ、もう、これは、あれは、ね、こう、助詞がついてる状態が、もう、原型みたいなものなので、原型みたいな感じで、うん、もう、覚えちゃってもいいかもしれません。し、わは、いご、いごん、うん、でしたっけ、あれ、なんでしたっけ、いごすんだ、いごすんだ、いごすん。そう、いごすん、くごすん。あれ、これは、っていうのを覚えて。これが、ってのは、いごし。はい。そうです。で、どれがっていうのもあるので、どれが？どれがっていうのは、あ、そうでした。ここにありましたね。あれがの次。どれがは、おぬごし、マシソ。おぬごし、おぬごし、マシソや、マシソですか？そう。どれが美味しいですか？美味しいですか？おぬごし、マシソよ。そうです。おぬごし、マシソよ。ちょっとこれやってみましょうか。どれが辛いですか？例えば、あ、それでもいいですね。いや、いいです。独り言でした。これ、どれが美味しいですか？これが美味しいですをちょっと言ってみましょうか。あ、どれが美味しいですか？おぬごし、マシストよ。うん。これ、いごし、マシストよ。素晴らしい。いごし、マシストよ。素晴らしい。マシストよもね、素晴らしいなと思ったのが、うん同じね、一層よ、オフィスよと同じで、うん。ケーションマークがあるときは、一層よ。で、聞いて、答えるときは、一層よ。一層よ。そう。一層よ。なので、マシソヨも同じですね。マシソヨ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 。そうそうそう。標準語、あ、標準語。ね、ですね。正しい言い方ですね。正しい言い方。同じように言う人もいます。美味しいかいってな、マシソヨって。ああ。マシソヨっていうのは、まあ女性的ですけど、マシソヨってこう、美味しいのかなとかいう感じで、ちょっと疑問詞っぽく言う人がいますよね。あれも日本語の人も。まあまあまあ、カントロは、ね。まあそれまた、韓国語はね、マシソヨってね。優しくね。これではちょっとね、いろいろパターンあると思います、ね。うん。まあでも、語尾を上げないと、そもそも聞いてるのか聞いてるのか。聞いてるのか分かんないですもんね。ハングル、カンドラ見すぎです。見すぎです。そうですね、カンドラね。はい、ね。まあでも、やっぱ楽しいカンドラがやってるときは一番、モチベーションが上がるんですけどね。顔も頬も上がりますね。ね。で、終わっちゃうんで、またね。隣のミスターパーフェクトも。ね。どうするの？またおすすめはまた教えてください。で、今情報がね、あんまないんですよね。そうですか。
あるんですけど、こう、要はその、例えば、こう、イカゲーム2とか。そう、まあ、もちろんね、イカゲーム、見てないです。イカゲーム2でもいいと思うんですけど、我々が見たいものって、ラブコメじゃないですか。ラブコメです。はい。ね、なので、イカゲームじゃないんですよ。面白い。いや、あの、息子なんかも、イカゲーム面白かったよって言う。イカゲームはもう、男性からするともう。ちょっと面白かった。見てない。絶対に見るんですけど、でも、僕も、やっぱラブコメが見たいので、ラブコメ情報がちょっとね。あ、そうですか。あら、その先人で、先生、あの、来ないんですね。そうです。まあ、ね、来るようになりましょう。まあ、でも、キムセヨンがね、撮ってますよね。またね、キムセヨンが。おう、涙の情報の、うん、その豪華キャストで、めっちゃくちゃ有名人がいっぱいいる中でのキムセヨン。あの人、やっぱりすごく持ってますよね、そういういろんなドラマ、いいものに。だって、あのに韓国一、ギャラの高い、ギャラの高い。ああ、ギャラも高いのに。ギャラの高い俳優なので、それは選ぶんじゃないですか。ああ。さすがに。あ、脚本もね、脚本家もそういうので、そうですよね、全部、もう、うん、入って、もうヒット間違いなしですよね。いろんな、有名どころですると。もう、ね、話題もすごいし。そっちに、ね。まあでも、あの、ネットフリックスも、あのね、何百億使ったけど、そんなにヒットしなかった。だったりもあるじゃないですか。ああ、そうですか。あります、あります、あります。あら、ああ、何百億。だって、あの、何でしたっけ。何がヒットしませんでした？あまり全部ヒットしたしか見てないから。あの、何でしたっけ、あの、あ、出てこない。あれ、なんかね、あの、これ、もしかしたら、コロナの後遺症かもしれないですけど、最近単語が出てこないんですよね。私も出てきない。あまり、あの、いろいろと考えすぎ、あの、元、あの、あれが多すぎるんですよ。許容すぎ。最近すごい、最近というか、その、ああ、なるほど、いいですね。これ見るの好き。なんとかするんで、あれ、なんだっけ。出てこない。全部これはいいですな。いいのばっかり。韓国もよかったですよね。最近のですか？いや。なんかあの、歴史ものじゃ、ファンタジーもので、めちゃくちゃお金使ったやつ、ソンジュギー出てたやつ、知ってます？あ、はい、UI が出てたやつですか？ソンジュギー出たり、誰だっけ、出てこないな。まあ。いやね、ちょっと出てこないんですけど。ああ、もうちゃんと後で教えてください。そう、ファンタジーモードで、あの、結構お金何百億使ったけど、そんなにみんな見てないっていうやつがあったりもするんですよね。おー。それもったいないですよね。もったいない、うん。でも、私見てるかもしれないですけど、すべて。キムスヨンはそういう作品に楽しみないようにね。また、あれ。ね、大ヒット間違いなしにね、うん。またどんどん上がっちゃうんじゃないですか、いろんな。ね。ものが。どこまで上がるんだ。じゃあ。結婚ですね。結婚しちゃったらあれですけどね、まだ一人。最近、あの、韓国の女優俳優一切結婚しないから、もう。しないですよね。やっぱり人気に通じるから。だって、ジョン・ヘインも結局36歳とかでしょ。彼も。ですよ。ですよ。です。あんな顔して。すぐ40ですよ。ですよ。だから40がもう普通？ソウイエジェンもね、あの、まあ、40近くて、まあ、ギリギリ、ヒョンビンさんと、ね。もうあれは、あの、なるようになったって感じですけど、うん、やっぱり続いてほしいです。まあでも、やっぱり考えてみると、彼らは、次の作品が次々と入ってくるじゃないですか。ああ、そうですよね。多分無理だと思うんですよね。いや。
そう。で、断るのも多分怖いと思うんですよ。断ったら、もうないくなるじゃん。そう、次が来なかったら。なんか間が、ね、間が空いたら、ちょっとこう、また恋愛したり、知らないけど、ね、なんかいろいろするんでしょうけど、うん、もう次々にいろんな役をするから、またその役に入り込んで、またこうしてとか、ね、もう暇ないでしょうね、恋する暇。だから、もう2年ぐらいのスパンで一作品やると、そんな40なんてね、うん、あっという間にね。あっという間ですよね。まあでもいろんなのが残るからいいですね。こう、作品、いい作品を残していきたい。ね、皆さんを楽しませてくれる人なんですよね。結婚がゴールじゃないですからね、あ、そうです。あ、そうです。あ、ごめんなさい。ねえ、そうです。何が。そうですよ。いやいや、結婚しないとなんか人気がなくなるとか、そういうのを言っちゃうとはいけないですよね。うん、まあ、そのね、30代になって40近くになると、うん、まあ、そろそろ結婚みたいな風潮があるのは、うん、日本も韓国も同じじゃないですか。一緒ですよね。そろそろみたいな、うん。だけど最近やっぱ結婚がゴールじゃなくなってるんで、うん、当然そのゴールじゃないってことは子供も別に言わなくてもいいっていう人たちがたくさん出てきてる中で。うんうん、いい演奏をね、いい演技をしていくと。やっぱりね、どんどんいい作品が来てますからね。だから少子高齢化になるんですけど。すごい。うちに来ました。ね、一人でもう終わりって感じですね。お仕事してた。そうですよね。もう万人のためにお仕事してもしょうがないんです。そういう年の下に生まれてる。俳優さん、ね。あつか。なんかどんどん。楽しませてもらったね。さすがに我々としてはずっと出てきてほしい。もちろんそうですね。もちろん我々としては。やっぱ、ね、こう、俳優、女優によって、やっぱ、こう、レベルが違いますよね。いや、違いますね。うん、やっぱそう、ね。この、ね、その物語、こう、ずっと見ていて、こう、面白くなくなったり、その演出、ね、演技では、また、こう、ずっとこう、何パーセントとかね、やっぱりありますか、うん、何パーセント視聴率が何パーセントってありますか、はい、うん、それもね、大変でしょうけど。うん、あまり長、あれすると打ち切りとかね、なんか、かわいそうな。打ち切りとかね、あるしね。打ち切り。あれ、なくなっちゃった。終わっちゃったって感じでね。あります、あります。昔はよくありましたね。あります、あります。あります。やっぱりそういうふうになるんですね。うん、まあでも、いい作品がこれから出てきて、また、よろしくお願いします。見つけてください。案外いいのが出てるかもしれないね。あ、ぜひ。わかんないですもんね。うん、この、だから、最後の四半期ですよね。うん。10、11、12。そうですね。ここまた盛り上げてほしいな。盛り上げてほしいですね。最後の。もう今月いっぱい、あとの、あれもね、パーフェクトも。楽しみ。まあ、それまでは盛り上げましょう。ね、ではじゃあ戻りまして。え、どれが面白い。これを、それを、あれを練習しましょう。まあ、これもさっきの同じですね。イゴに、パッチムがあるので、うるをつけて、イゴス。あ、イゴス。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 で、クゴス。クゴス。イゴス。で、チョゴス。チョゴス。チョゴス。まあ、これもね、中性でもいいですよね。これをくださいだから。うん、あ、これをください。そう。イゴス。中性。イゴス。中性。これもね、ください。なので、イゴス。中性。クゴス。中性。チョゴス。中性。チョゴス。中性。いい言葉ね。そう、使います。よく使いますね。はい。では、じゃあ、ここ今練習じゃなくて、例文が載ってるので、これ読んでみましょう。何、ね、て書いてあるんですか？이걸어쩌지？이걸을어쩌지？は、これは、これをどうしようですね。어쩌지？あ、어쩌지って言うんですね。そうそうそう。これはまだちょっと文法として学んではないんですけど。はい。これをどうしよう。G で終わるパターンです、ね。이걸어쩌지？이거어쩌지？이거어쩌지？そうです。だから、이거するを短くしてますね。で、이거するでもいいですね。이거するでもいいし、이거でもいい。もう、이거。もちろんです。うん、今これ3つ出てるんで。
で、僕の推奨は、イガス。イガス。イガス、おちょじ。おちょじ。イガス、おちょじ。で、次。イガス、おちょじ。そうです。イガス、おちょじ。イガス、おちょじ。次が、イガン、もえよ。ですね。イガン、イガン、もえよ。イガン、もえよ。イガン、もえよ。これも、イガスン、イガスン、イガスンでもいいですね。イガスン、もえよ。イガスン、もえよ。イガスン、もえよ。そうですね。で、これ、もえよが、こう、今、こう書いてあるんですけど、はい。さっき僕が書いたもえよっていうのは、こう書いてるんですね。で、正しくは、今、ここにある、テスト。あ、2本ある。もえよ。が正しいです。テキスト。一本のが正しい。一本、燃えよ。あ、いや、これが正しいです。あ、下の方になってますね、燃えよ。こっちが正しい。こっちが正しいです。燃えよ。これ、上についてるんですけど。ついてる、もしかしたら。これ上についてましたね。うん、あ、燃えよ。下についてるよ。この、あれ。で、この、家よ、家よも、防衛よ。一本、一本でか、燃えよ。で、いいです。で、これ、結局、燃えよっていうこと難しいじゃないですか、この字が。あ、そうですね。燃えよ。これ難しいんで、韓国人はよくこう、燃えよ。発音一緒なので。あ、ああ、それを燃えよ、うん。その字で書くんですね。そうです。これ、もう発音でと、これで、その字が違う。同じで、字も一緒っていう。そうですね。発音一緒で、字は。一緒で字は、そういうふうに。まあ、燃えよ、燃えよ。その、なんだろうな、記事とか、うん、そういうところに、この燃えよみたいなのは当然書かないんですけど、うん、こういうふうに書かなきゃいけないんですけど、普段手紙とか、うん、あとかは全然、簡単に。こういうふうにカジュアルに書いていただいて大丈夫です。あ、そういうことですね。でも、もっと読めますもんね、もってね。もうよ。そうですね。あ、勉強になります。いやいやいや。書いてないことも、ここに書いてないことも教えてくれて。これ、そもそも間違ってるんで、これ字、書き方。あ、書き方間違ってるしね。そうです。これはそもそもこうやって書きません。この、要は、この、パッチムの、パッチムじゃなくて、右側の母音が、上に、チョンってなってますよね。うん、ですよね。これがね。上にチョンはないです。うん、間違ってます。間違ってます。印刷ミスです。印刷です。で最後が、おぬげさよ。おぬげ、おぬげさよ。さよ。おぬげさよ。さよ。さよ。どれが安いですか？どれが安いですか？もちろん、おぬごし、おぬごしさよでも大丈夫ですよ。おぬけって言ってもいいし、おぬごし、おぬごし、どこですか？あ、こっち、こっちの方ですね。おぬごし、あ、こっち、どれがっていうことですね。そうです、そうです。でもいい、おぬごしさよ。もちろんです。ですかって言ったら、これが安いです。いごし、さよ。そうです、うん。では、じゃあ次行きましょう。でも、その時覚えてるんですけどね。うしうしね。次が、高層ワードのステップアップの表現で、どんなこのようには韓国語でおったん色気と言います。このような、一見難しそうな単語も、実はいい偶像がベースになっているんです。ちょっとここから多すぎるんですけど。難しいな。ちょっと難しい。多すぎるんですけど。な、あんな日本語もあるじゃないですか。あります。こんな、はい、な、このように、このように、ここ、うん、いや、こうから始まるのいっぱいありますよね。あります。うん、でこの辺でも。あまり言いませんで、でもそのようにってことですね。うん、でも、丁寧な、丁寧な言い方ですね。そういう、こう、いっぱいあるものが韓国にもありますよ。だけど、まあ、基本的に、この、その、は、さっきの行くぞ
で、決まってるので、イーグーね、あの、一文字の、イーグーゾは変わりません。変わりません。変わりません。では、はい、こんな、そんな、あんな、どんなを、練習してみましょう。こんなはいらんですね、いらん。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 こんなはいらん。ブロン。チョロン。あら、カラン。チョロン。いらん。ブロン。チョロン。いらん。カラン。チョロン。いらんはこんなですよね。こんな。うん、なので、イランサナ。イランス、イランサナ、あ、こんな。これは結構、あの、チャンドラ出てくるな。要は、どんな人が好きですかって。うん、で、その時に、イランサラン、イランサラン、こんな人。イランサラン、イランサラン。うん、ランあの、また別の話なんですけど、愛する人っていうのを言いにくいですよね。サラミ、サラ、サラヌミ、サラン、かな。サラヌサラン？あ、そうです、うん。よくそういう言葉が出てくるんですけど、サラン、サラン、今、ね、サランっていうのが出てきて、人は、あ、愛する人はサラ、サラン、サラン。うん、サラガヌサラン。サラガヌサラン。ああ、そうですね。難しい。ここが出てる。でも、イロンっていうのが出てきたから、イロン、サラン。あ、あの、おっしゃる、ま、あの、すごい、こう、あの、いい質問で、うん、これ、サラハヌン、サラハンになってますよね。うんうん、これって、韓国語だと、こう、日本語だと、こう愛する人となった時に、ここのするって変化しないじゃないですか。はって。では、愛するの次に、この人っていう名詞が来たにもかかわらず、ここのするって何も変化しないですよね。ですが、あの、韓国語だと、本当はサランハダ。サランハダ。だけど、サラガヌサラ。そう、サランハダなんですけど、日本、今これが日本語式だと、こうやって、サランハダ、サランに。サラン、サランハダ、サラン。そう、になるはずなんですけど、韓国語は変わります。なので、サランハーヌン。サランハヌンって言いますよね。サランハヌサラン。サランハー、サランハヌサランって言って、うん。あ、言葉がね。でもいい言葉ですね。サランハヌサラン。そうですね。変わります。サランなので、今、この N?、うん、N が、うん、この役割を果たすことが多くて、うん。なので、名詞の前に、例えば、綺麗な人、はい、美しい人、うん、勤勉な人、みたいな、うん、何かこう、形容詞、動詞となるようなものが前に来ると、N が来ます。N です。ヌンって言うんだ。なので、ここも、イロン、ブロン、ウロンでね、アトン、アトン。っていうふうに発音します。ダン、チャロン。なので、すごい、あの、おっしゃる通りです。うん、次、色系、黒系、チョロ系、オト系。これこのように、そのように、あのように、どのように。でも、一応発音だけしてみましょう。はい。ね、色気。色気。色気。黒気。黒気。チョロ気。チョロ気。チョロ気。あと何したっけ。チョロ気。音気。音気。これ、音、トと気の間も、ってなんですね。おとっけってなんで。おとっけって先生今。そうですね。おとっけ。おとっけ。じゃあ軽くおとっけ。そうですね。おとっけ。おとっけじゃなくてね。おとっけ。よくこの、これはカンドラでもよく使ってて。おとっけって言いますよね。そう。なんか言いませんね。おとっけはそうよ。例えば。そうよって言いますよね。どうやって来ましたか？おとっけはそうよ。びっくりするような。おとっけって言いますね。おとっけ。あれはこの、このことですね。そう。おとけトゥロワスよ。おとけどうやって入りましたか？はい、うん、だからよく考えられてると思います。おとけトゥロワスよってね。トラガちゃん。だんだんこう頭に入ってきましたね。頭に入ってくるような気がする。おとけ。
ではでは次が、ここそこあそこどこですね。これは使うんじゃないですか。ここ行こう、行こうと、あ、ここ、これ、あ、これだった。これと、これと、ちょっと違う。よぎ。こぎ。こぎ。ちょぎ。ちょぎ。最後何でしたっけ。どこ、どこは何ですか。おじ。おじ。あ、オディガエヨってなんか言いますね。そうそうそう。歌で出てきましたね。オディガエヨ。どこに行きますかですね。どこに、どこ、オディ。ヨギヨギホギホホカギチョギチョギオディオディですね、うん、まあこれはさっきの音系とかよりは使うんじゃないですか、うん、ここそこそこあそこどこですか、うんですね、どこどこ、うん、だからさっきの これとここと違いがね。これ、そうですよね、これは物に、うん。こことかはこの場所みたいな感じですか。そうですよね。ヨギとか。うん、あ、ヨギよって言ってましたね。あ、かなった。こぎ、あ、違った。ここ、なんか呼ぶときね。どう、ヨギよとか、チョギよとか。ヨギよってね、うん。それのよと一緒ですね。そうです。はい。じゃあ最後にしますか、このオットンゲ、例文、例文だけ読んで、終わりにします。ありがとうございます。はい。では、どんなものが人気がありますかですね。オットンゲ、人気がいっそよ。オットンゲ、人気がいっそよ。素晴らしい。オットンゲ。オットンゲ。オットンゲ、ゲで伸ばした方がいいんですか。オットンゲ。オットンゲ。伸ばすっていうよりは、スペースを持つようなイメージです。わかりました。そう、スペース。オットンゲ、インキー、インキーが。横にしたいな。横にしたい。ここにこう。オットンゲ、インキーが、いっそよ。オットンゲ、インキーが、いっそよ。うん。どんなものが人気がありますかですね。どんなものが。人気がありますかありますか、うん、で、次は、色気、はめんてよ。このようにすればいいですか？色気、はみょん。色気、はみょん、はみょん、けよ。はみょん、はみょん、けよ。はみょん、けよ。はみょん、けよ。そうです。色気、はみょん、けよ。素晴らしい。こうやってやればいいですか？いいですか？どうですか？最後が、よぐん、おでえよ。あ、駅はよぐんって言うんですね。よぐん、よぐん、おでえよ。おでえよ。駅はどこですか？駅はどこですか？よぐん、おでえよ。素晴らしい。これよく使いますね。素晴らしい。これちょっとね、次も、あ、次じゃない、たらいちくんももう一回ちょっとね、お願いします。復習しましょう。あ、せっかくなので。言葉でいろいろまた覚えます。いろんな文章でですね。そうですよね。うん。まあでも、行くぞがあるから、結構思い出せそうですけどね。行くぞで。行くぞで。行くぞ。いいですね、これね。誰かも、あ、この人かも。ぜひぜひ。おー、ぜひと。ぜひ、また覚えやすいように。頑張ります。また次もお願いします。お待ちしてよー。お待ちしてよー。감사합니다. 감사합니다. 자, 녹화 좀 끊기겠습니다.